いやー、なんか前回の動画めっちゃ荒れたなーと思って すげえ荒れちゃったなーっていうふうに思ってさ、いや僕ね、前回の動画で、ね、何を喋ったかっていうと、僕がね、一種の過激発言として、ネタも当然含めてるんだけど、コールオブデューティー実況者のカスタム紹介って、なんかくっそつまらんくねみたいな、マジしょうもなくねみたいなことをね、なんか喋ったら、なんか、こぞってね、いろんな実況者の方たちが、なんか、え、それって僕のことですか？みたいな感じで、なんか、俺にコメントなりなんなり、いろいろ返ってきて、いや、違うんだ、ちょっと待ってくれみたいな。別にね、あの動画でもさ、冒頭で喋ったけどさ、人には人の動画投稿スタイルっていうのがね、ありますからね。それはもちろんカスタム紹介さ、あげたかったらさ、全然あげればいいと思うんですよ。単純に、俺がカスタム紹介とかの動画を見る視聴者層ではなかったっていうだけの話であってね。で、別に全員がつまんないとか言ってるわけじゃないよ。迫真な人たちとか特にそうだけどさ、結構俺なんか、にちゃにちゃしながらさ、あの人たちのカスタム紹介動画とか普通に見れてるから、で、面白い人もちゃんといるんですよ。いるけど、単純に、概ねの、カスタム紹介の動画上げてる人たちは、なんか、僕は、なんか、あんまハマれなかったっていうだけの話であってね。で、当然、で、しかもカスタム紹介とかもさ、で、僕よりもさ、もう何十倍もこう有名でさ、やってる人もいてさ、ちゃんと再生数取ってっていう人がさ、いるわけなんだから、ちゃんとこう、需要のあるね、求められてるコンテンツなんだからさ、ね、それはもう、どうぞ、上げたかったら、もう全然、こう、上げてってくださいって感じだし、僕が異端なんで、僕がマイノリティなんで、はい、ちょっとそのことだけね、皆さんに、分かってほしいなっていうところがあって、なんかコメント欄とかでもね、そんなにいなかったっちゃいなかったけど、視聴者で切れてる人も、何人かいたからさ、いや、本当、ごめんね、ごめんな、なんか、別に、そんななんか怒らせるつもりはなかったんだけど、で、やっぱちょっとこれを機にね、なんかコメント返信とかっていうのもね、ちょっと少しだけやってみようかなっていうふうに思って、ライディーさんとかがさ、よくやってるじゃないですか、コメント返信動画。あの人の場合、なんかアンチコメント返信動画みたいな感じになっちゃってるけど、俺もちょっとコメント返信動画やろうかなみたいな。やっぱ人のいいところはどんどんね、吸収かっこパクリをやっていこうっていうね。はい、そういう感じなんで、はい、ちょっとコメント返信していきますか、少しだけ。まず一つ目のコメントですね。はあ、人ってやっぱり簡単には変われないんだなって、この動画見て再認識しました。めっちゃ怒ってますやん。めっちゃ怒ってんじゃん。ごめん。いや、別に君をキレさせるようなね、意図はなかったんだけど、いや、ごめんね。いや、確かにね、俺もさ、もう19年間ね、俺今19歳なんだけどさ、俺も19年間ね、陰キャでさ、もうなんか生まれてきた瞬間にもうなんか陰キャ人生確定みたいなさ、そんな人生歩んできてるから、確かにね、やっぱ変わんないよね。だって俺赤ちゃんの頃から陰キャだったもんね。で、今もう陰キャだからさ、やっぱ人って簡単に変われないんですよ。ごめんなさい。今回のやりとりで初めてバーミリオンさんって知ったけど、高校生か大学生くらかった。いや、高校生ですよ、彼は。はい。彼は、ですよ。ほら、高校生って言っても、必ずしもね、10代とは限らないじゃないですか。ね、26歳の高校生だってね、もしかしたらいるかもしれないじゃないですか。はい、なんで、彼は高校生です。はい。3つ目、ネタ理解してない人多すぎて草っていうね、いや、ちょっと、俺からしたら、だいぶありがたいコメントなんだけど、いや、もちろん、俺が前回言ったことは、ネタ含めの、ちょっと本音も入れてるみたいな、そういう感じだから、でもネタ要素もあるから、こんな感じでね、なんか、ちゃんとネタを、ね、ネタとこう理解してくれる視聴者がいるのはね、非常にありがたいですね。僕のね、僕のチャンネルのね、動画っていうのは基本的に8割ぐらいがネタなんで、前回の動画は5割ネタ、5割本音みたいな感じなんだけど、あんまね、僕が普段出す動画でね、あんまこうマジになってこう見ないでほしいっていうか、こうなんか脳死になって、なんか、おっぱいとかってなんか言ってるような感じの視聴者が俺の動画見るみたいな、なんかそんぐらいの脳死で見てください。はい。そして最後ですね、カスタム紹介マジでおもんないのわかる。紹介に冒頭5分以上使ってる投稿者は特につまんないから 紹介してるとこはよく飛ばしてマッチングだけ見てる。特にグピ、言っちゃった。もう言っちゃってる、それ。完全、何も隠してないよ、それ。あ、びっくりした。これ、何、ミスってんのかな、これ。僕と、このコメントしてる人もそうだけど、カスタム動画とかをね、上げてる、その視聴者層に合ってなかったっていうだけの話なんでね。はい、別にそれ、上げたかったらさ、ね、どうぞ上げてくださいっていう感じなんで。ただね、こんな感じでコメント欄とか見てて思ったんだけど、俺もさ、ちゃんとね、カスタム紹介とかさ、この動画も一応カスタム紹介のつもりでやってたんだけど、全然そんなことなかったじゃん。だから、ちょっとカスタム動画を作ってる人の、気持ちを知ろうっていうことで、僕もね、一回ちょっとカスタム紹介
ちゃんとやってみようかなと思って、うん、やっぱりやらずしてこう批判をする、まあ、前回の動画でやったつもりなんだけど、でもカスタム紹介はね、こうなんかやらずして批判するっていうのはそれはどうなのっていう話じゃないですか。だから僕もちょっとこの動画で一回ちょっと真面目にねカスタム動画作ってみようと思います。はい、やってみようと思います。ということで、いや分かる、みんなもね、カスタム動画つまらんってね、こうなんか言ってる人も一定数いるからさ、なんかじゃあもう見るのやめるとかってこう言うね、なんかガキって言ってごめんね、成人してるね、立派な大人の方もいると思うんですけど、ただね、やっぱさ、カスタム動画はね、ちゃんとこうね、最初から最後まで見ずにさ、批判するっていうのもまたもしかしたらおかしな話かもしれないじゃないですか。だから一回ね、この動画でカスタム動画やります、うん、やるわ、うん、頑張るから、みんな応援してて、俺頑張るから、うん、俺めっちゃ楽しそうにカスタム紹介するから、ほんと頑張るわ、うん、あんまこういう話。あと一応さ、ほら、カスタム紹介動画作ってる人たちってさ、なんか全員ね、なんか過激なこととかも一切言わず、なんか、清く正しく美しくみたいなこうスタンスでやってるじゃないですか、全員。だから、僕も、それをモットーにね、ちょっと、これを機にね、青春派実況者として、ちょっと、頑張ってみようと思います。はい、じゃあやってみるわ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おぬくんです。今回は、コールオブデューティーモダンオフェア2の、カスタム紹介やってみようと思います。今回使っていく武器は、こちらの M4 ですね。じゃあアタッチメント見ていきましょうかね。あとバレルがですね、このバレルが入ったは二重バレルで、まずスクショしてください。はい、スクショしてください、うん、ということで早速クイックプレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでやっていきたいと思います。キルコンファームで、こちら M4 をね、使っていきたいなという思います。あ、でちなみにこの僕のね、この M4 カスタムのこの特徴といたしましては、まあ、とにかくですね、安定性を重視してこう撃ってる最中もこうなるべくこう反動がないような、そんなカスタムをね、使っております。はい、M4 でも M4 でも元から安定してる安定性です。はい、安定性を重視してはい、やってるんで、はい、よろしくお願いします。いやー、でも M4 強いですよね。あ、いますね。いや、皆さんね、コールオブデューティーモダンオフェア2楽しんでいるかと思われますがね、皆さんは、何の武器が一番好きでしょうか。まあ、僕はね、こう一番好きな武器で言ったら、まあ、AK-74U かなっていうふうに思ってるんですけど、皆さんのね、一番お気に入りの武器なんかをね、コメント欄でね、書いてくれたらなというふうに思います。はい、すべてね、コメント欄ね、参考にさせていただく、くそ!ちゃんとコメント欄見てね、参考にしようかなというふうに思うんで、はい、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、ここちょっとセンターの方行って、ちょっと敵が、あ、いますね。ね、ちょっと待ってね、カスタム紹介やってる人ってさ、これを何1年間やってんの頭おかしいだろ頭M を使ってやっていきたいなというふうに、あ、いますね。待てよ、ここいるな。あ、ちょ、弾が、あ、これさ、M4 のね、この、まあ、弱点と言いますか、弾切れが早いっていうことで、はい、ちょ、そこだけちょっと皆さんね、気をつけていただけたらな、というふうに思います。あんまね、突っても、こう、しょうがないみたいなところはあるんでね、はい、ちょっとここら辺に赤点ついてるんで見てみますか。あれ待って、あ、これ名前わかんない。あ、ちょ、こう、イモります。はい、イモりますって言わない方がいいか。うん、ここで待ちます。はい。ほらね、こうやって待つことによって、キルが取れるわけですよ。で、見てよ、この僕のね、このさっきからね、打ってる時さ、ね、見てもらえればわかるんだけど、めちゃくちゃ安定してると思いませんか?ほら、この安定性ですよ。なかなかね、ここまで安定してる武器ってね、他の武器な、ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、多分スカの方が安定してるけど。敵が VTR 出しましたね。いますね。よし、いいぞ。さ、タグも通って。結構これ敵さん強いですね。今動画撮ってる時間帯が朝の5時なんで、まあ、結構その、海外の人たちも、割と多くいるのかなっていう。はい。お、いいよ。このダブルキル。いや、やっぱこれ M4 じゃないとね、こんなダブルキルで取れませんから、いますね。あれ?赤点ついてるんだけどな。あ、いるね。ちょ、ショットガン。ショットガン。外役。外役って言っちゃった。ごめんなさい。ここで、待ちますと。はい。あ、いないな。あ、でも足を。あ、UAV オンライン。チャンネル登録と高評価よろしく。ちょっとこれ敵のヘリガンナーが、マジで。やばい。いるな。1キル。おぉ、あっぶねえ。あっぶねえ。さあ、ディロード挟んで、あ、向こう側に敵がいますね。大丈夫お前。ちょ、ナイス味方さん。よし、じゃあタグを取って、一応今僕1位なんですけど、ちょっと味方さんがこれ
なんか倒してくれてありがとうみたいな感じかな今の、うん、敵さんありがとうみたいな。打ち切る。あーくそ、いやー強いね本当にね。一応僕1位なんですけど、味方さんこれ初心者なのかな、うん、まあねこのゲームやっぱ初心者多いですからね、発売されたばっかですから。 Get the fuck off the... やめて。ここあいるな、いるな、いるな、あいる。 OK、 さあショットガン構えて、さあ、はい、まあ、僕の使ってるショットガンってあんま強くないんですかね。なんか意外となんかワンショットワンキルができないんですよね。いるな。オーケー、おーダブルキル、やば、溶け早え。何してんのお前。ちょっと待って、やばいやばい、なんか このままだとなんか最弱カスタム紹介動画みたいになっちゃう。まずい、普通にキルしないと。いやだからまあキルは一応してるつもりなんだけど、いかんせんチームが負けてるからあんま活躍してるように見えないっていう不良な事故。いるな。ありがとう、ヘッドショット気持ちいい。ここの中にね2人いるんですよね。ほらまず1キルで、まだ来るよ、まだ来るよ、まだ来るよ。ほら、もう見て、このエミオンの強さ。もうぜひともね、皆さん僕のカスタム、真似してみてください。はい、本当に強いんで。あ、これ負け、あ、負けたって。